始まりました。 B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日。この番組は徳島で活動する駆け出しの音楽家細井寛太が、その活動内容や人生を変えるほどに強い影響を受けたアーティスト、楽曲を一方的に紹介し、リスナーにも共感してもらうことを目的とする前代未聞の超自己満足音楽番組です。さあ、というわけでですね、今回、もう告知からちょっと行かさせていただこうかなというふうに思います。11月11日11月12日、これなんと四国大学の文化祭、その名を放浪祭というものが開催されます。この放浪祭、1日目2日目両方出ます。1日目はですね、四国大学の N 館前、これ30周年記念館のことですね。この前でですね、特設ステージこう立てられまして、12時からなんと細井寛太がバンドを組みましてですね、やらせていただきます。そのバンド名がキャン魂というバンドでございましてですね、キャンというのは英語でですね、できるっていう意味のキャンで、魂とつくんですけどね、ここがミソでございまして、キャンと魂の間にこの星マークがついてあるという、これがね、もういい塩梅でございまして、キャン魂とこれぜひ覚えて帰っていただきたいんですけれども、このキャン魂が N 館前で12時から昭和歌謡曲を中心にやらせていただきます。これが1日目。そして2日目が13時30分開場、14時開演、これが D 館 A スタジオというところ。D 館というのは芸術館のことでございますけれども、芸術館の中の A スタジオというところで、なんと音楽家のライブが開催されます。これ夏ライブみたいな、この間やった夏ライブみたいなもんでございまして、今度はですね、放浪祭ライブということでですね、音楽家でライブをさせていただきます。これアンサンブルの授業の一環としていつもさせていただいてるんですけれども、今回のバンド名またガラッとメンバー変わりましてですね、メンズというバンド名なんですけれども、このメンズというのがですね、麺、ラーメンとかの、うどんの麺類の麺にちょっとつけて S です。麺、これでメンズと読ませます。まあ、男しかいないんですよ。で、まあ、メンズ、そしたら、まあ、僕がラーメンとかしてた、メンズ、もう このネーミングセンスはちょっと僕は天才だと思いました。はい、すいません、こういうことを言うのちょっとあれなんですけど、僕は天才だと思ってしまいました。まあ、メンズってどういうことですね。もうね、キャン魂もメンズも覚えて帰って、覚えてもらえたらというふうに思います。告知終わり。というわけでですね、今日何するかと言いますと、今日は細井寛太の周期活動報告をさせていただきます。どういうことかと言いますとですね、僕こうやって音楽活動をこうさせていただいていると、音楽活動をさせていただいているということは、皆さんに報告をする義務がございます。もう皆さんに応援していただいているのでですね、こいつは何やってんだと思われたらダメですんで、まずはまあこれまでの奇跡といいますか、これまで僕がどんな活動をしていたのかっていうのをさらっとおさらいをしていきたいと思います。私はですね、去年の11月からまあそれ以前にも音楽活動はやってたんですが、去年の11月で音楽活動を本格化させました。この本格化という意味は、要は趣味の範囲を超えてですね、まあプロ志向でやっていくという、まあ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 固い覚悟のまあまあまあそういったことなんですけれども、まあそれを象徴する曲を今からかけたいなというふうに思います。この曲名がですね、 We are スマホ堂と言います。 We are スマホ堂、スマホ堂、そうなんです。私スマホ堂さんに実は楽曲提供させていただいておりまして、これがですね、スマホのことならスマホ堂っていう、スマホ堂さんが運営されてる YouTube チャンネルのエンディングテーマとなっております。私それをですね、
プロ志向になるときに、社長さんからそのオファーをいただきまして、制作をさせていただいたという、まあ、そういう運びになります。いやーいい曲ですね。はい、もう作者が言ってるから間違いないです。この曲はいい曲です。すごくいい曲です。これもうありがたいことに、もうスマホ堂さんの社長さんにオファーをいただいて作らせていただいて、もう楽曲提供、もう私の、これは私の考えなんですけれども、もうそういった楽曲提供とかをもうするようになったら、もうこれはプロだと、もうそういう意識で僕はやっておりますので、私はプロフェッショナルです。私は I am professional っていう、やっぱりそういう自覚を持つことができたこの We are スマホ堂っていう楽曲を通して、そういう意識を持つことが、そういう自覚を持つことができたっていうのは非常にこうありがたい経験だというふうに思います。スマホ堂さんの会社、ミッドインターナショナルっていう会社があって、そこがスマホ堂っていうのを経営してるんですけど、そのミッドインターナショナルさんが徳島市国府町の方にですね、新社屋がこう建設されまして、いやーめでたい、おめでとうございます。この場をお借りしてお祝いさせていただきます。いや、新社屋おめでとうございます。これからもミッドインターナショナルさん、スマホ堂さん、よろしくお願いをいたします。というわけでですね、これまで私は楽曲提供をしたりですとか、それからこのラジオ番組もさせていただいて、またもうステージにも立たせていただいて、本当にありがたい次第でございます。続いての曲はですね、私は大学でDTM と言いまして、まあパソコンで音楽を作るっていうことなんですけど、その授業がありましてですね、その課題制作として作った曲をちょっと流そうかなと思います。タイトルが雨ん中メンヘラというですね、なんとも面白い曲、タイトルになっております。雨ん中メンヘラということの、ワードはですね、完全にこれは語感です。なんかそういう、なんだろう、陰じゃないけど、なんかそういう気持ちいい、なんかがあった、雨ん中メンヘラっていう言葉の中に気持ちいい何かがあったっていうのを感じたから、まあ、このタイトルにして、まあっていう感じですね。歌詞はですね、そんなにありません。私だけを愛して、あなたのため濡れてる雨ん中メンヘラ、雨ん中メンヘラ、あーをずっと言ってる、なかなか闇の深い歌詞でございましてですね、けれども何かあったということは特別ありません。これは完全に五感でございます。初音ミク、言わずと知られたもう超有名なボーカロイド、ボーカロイドですね、それを使わせていただきました。雨の中メンヘラ、初音ミクはですね、ものすごく作るっていうか組み立てが難しいです。頑張りますめっちゃ頑張ります。それでは続いての曲参りましょう。俺はこれが流したかったんだ。オリジナル曲ラブソングでございます。これですね、今月7日にやらせて、どっさり秋祭りでやらせていただきました。いよいよ、完成形というものを流そうかなというふうに思います。じゃあ行こう、細井カンタラブソング。 B ジャンプサンセット、細井カンタの気まぐれ火曜日、お聴きいただきました曲は細井カンタでラブソングでございました。いや、いい、よろしい、よろしいがな、ええがな、ええがな。この曲にキャッチフレーズをつけるとしたら、人類史上最高のラブソングできましたみたいな、そんなにしようかな。まずコードを決めるのにもう1ヶ月ぐらいかかったんじゃないかなっていう、時間のかかったラブソングですけれども、やはりこの細井カンタを代表するにふさわしい曲になったのかなというふうに感じています。なんと言うんでしょう、かっこよすぎず、ダサすぎず、すごくちょうどいいラインをこのラブソングは言ったような感じがするなというふうに、そういうふうな自己評価を
しております。いろいろ自分の作曲した曲をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。これからも作曲それから音楽活動等々頑張ってまいりますので、皆様どうか一つよろしく、応援のほどよろしくお願いをいたします。それでは、細井寛太の気まぐれ火曜日、今週はこれにてお別れしたいと思います。では、この辺でさよならしたいと思います。細井寛太でした。どうもありがとうございました。